滝の灰滝の灰は、和歌山県東室群小座川・町小川の小川にある、渓流爆。付近の川床は、約1キロメートルにわたり、熊野総群、下里類層が露出してできており、小石が水流で転がって、岩石を削り、次第に深い穴になった大穴が多数形成され、その一部が水路状になり、奥が落差約8メートルの滝になっている。 2010年3月16日に和歌山県の名称天然記念物に指定されている。滝の灰では柿には滝壺に鮎が密集し、その鮎を餌やおとりなしで釣り針で引っ掛けて釣り上げるトントン釣りという呼ばれる特有の漁法が現地に伝わっている。滝壺の底を重りがトントンと叩くためそう呼ばれる。小川を含む小佐川漁協内では 毎年6月1日に、鮎漁が解禁されるが、滝の廃墟から上流500メートルまでは、鮎が滝の上流まで遡上できる、4999年から解禁日を半月、遅らせている。なお、滝の廃周辺は、岩場が凹凸しており危険なため、漁協組合員だけが漁をできる。昔、滝の廃の近くに、太郎という侍がおり、人々の目を楽しませるために、 滝の周辺の岩礁に刀で穴を掘り続けていた。ある日、千個目の穴まで、あと一つというところで刀を滝壺に落としてしまう。太郎は刀を拾うために滝壺に潜ったきり戻って、来ないため、家人や近所の人々は滝の主に食われたのだろうと7日の報じをしていたが、その時に太郎がひょっこり帰ってきたため驚いた。太郎の話では、 滝壺の底に立派な宮殿があり、そこに住む滝の主だというお姫様が、大勢の次女と共に太郎を大歓待してくれたとのこと。太郎は夢中になって遊んでいたが、ふと家のことが気になり戻ってきたが、落とした刀と一緒に丸い大きな石を土産にもらって帰ってきたのだという。太郎が戻ってからは、それまで滝壺で雷のようにゴロゴロとなっていた音が、ぴたりとやんだという。 なお、その時持って帰ったとされる石が近くにある、コンピラ神社の境内に置かれている。ありがとうございます。